マーク・デイビッド・ウィルソンは、北、アイルランド・アントリム県、アガガロン出身のプロサッカー選手。アイルランド代表。ポジションは、ディフェンダー。2001年に、マンチェスター・ユナイテッド FC の下部組織に入団。4シーズンプレーした後、ポーツマス FC の下部組織に移籍。2006年3月のヨービールタウン FC 戦で、トップチームデビュー。2010年8月、 デイブ・キッドソン、遺跡金のトレードで、ストークシティ FC に遺跡。2016年8月、AFC ・ボーンマスに遺跡。2017年1月、ウエスト・ブロムウィッチ・アルビオン FC に、シーズン終了までの契約で、レンタル遺跡。2017年8月31日、サンダーランド AFC に遺跡。2018年7月24日、ボルトン・ワンダラーズ FC に遺跡。 ウィルソン自身は北アイルランド出身だが、アイルランド共和国代表を選ぶこともできた。U15 年代は北アイルランド代表、それ以降はアイルランド共和国代表に選出されている。2011年2月のウェールズ戦で初キャップ。2016年5月、UEFA ユーロ2016の予備登録メンバーに選ばれたが、本登録の23人からは漏れた。 ありがとうございます。